いいこと言いますね。うん。ねえ、アウトロー枠ってあるじゃん。アウトロー枠っていうのは、現役アウトローのことをアウトロー枠っていうんですかね。僕何枠になります？僕現役じゃないんですよ。うん、仕事もしてますし、うん、なんて言うんだろう。まあたまに揉めたりもしますけど、検証円ご自愛ください。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっとね、ご自愛しないとね。でも、もう韓国帰ってきたら完璧です。完璧です。お笑い枠、うん、だよね。だよね。そっち系だよね。だから、いや現役っていうかそのさ、元アウトローとかだったらわかるのよ。元アウトロー枠だったらわかるけど、だから西山とか見てるともう完全にさ、アウトローじゃん。うん、仕事もしてねえ、ね、仕事もしてねえ、人ん家転がり込む、酒で酔れる、喧嘩はする、執行猶予中ね、そういうやつがアウトローじゃないですか。うん、だから西山はアウトロー枠だと思うんだよ。でそう考えると、じゃあ誰がアウトロー枠でアウトロー枠じゃないのかっていうのをあれしてみましょう。所沢の体操もアウトロー枠になるわけじゃないですか。うん、でも瓜田さんは元アウトローじゃないですか。だからその辺の住み分けっていうのをちょっと考えてみるの面白いなと思って。要は元アウトロー、元アウトローのカリスマが瓜田さんじゃないですか。アウトロー枠とアウトロー、あ、そうなの。上野はもう完全にあれはもう配信者でしょ。はい、ディスリー系配信者だからアウトローじゃないんじゃないですか。アウトローなのかな、入れ墨も入ってるし。どうなんだろう、入れ墨も入ってるし、アウトローっちゃアウトローなんだけど、逆に皆さんに聞きたいですよ。上野はどっちですか。で、今後のそのね、マスラオ以降に関しての自分のスタンスもどういう風にしていくのかなっていうのを今考えてて、やっぱこの長期事業計画、まあ一通り終わりますよね。一通り7月9日に終わって、で、次の週は復興支援なわけですよね。うん、元アウトローの方々は今落ち着いてるのが、そう、共通なんですよ。だから元アウトローっていう風なジャンルで僕が仕分けされるんだったら別に全然いいんですけど、俺今アウトローじゃないんで、うん、アウトローではないんで、何なのかなってちょっと逆に皆さんに今日聞いてみようと思ったんですよ。うん、ハトが後ろから来て、そうなんだよ、もうだいぶ解散したけどね。お前らやっていけ。だからね、これね、難しいんだよね。フクロウとかは好きじゃないですか。いや、ちょっと苦手ですね。フクロウってネズミ食うんすよ。ちょっと怖いですね。うん、現役アウトローは、万年も現役アウトローでしょ。だから大関さんはコメディ枠じゃないかな。そうなんすよね。だって、ライブだけじゃないですし、僕は動画を上げてるわけじゃないですか。動画を上げてるからエンターテイナー、そういうのなんて言うんだっけ、コメディー枠じゃなくてテレビだとバラエティーがいいな。上野ね、遊戯者ってもの。うん、豆山がアウトロ配信者とか、あ、コリゴリって言ってましたけど、豆山アウトローでも何でもない。いや、あれはアウトローでしょ。だってつい去年人差し言ってんすよ。豆山は、俺はアウトローだと思います。うん、執行猶予中だしね。え、執行猶予っていうのは何でついてると思います？監視期間ですよ。うん、うん、この年で弁当なんか持ってるやつがいないでしょ。大関さんは英語話せるけど漢字読めないよ。英語はね、ちょっとしか話せないです。うん、インドネシア語が得意です。はい、豆山画面に向かって吠えてるだけ。んでもさ、一応アウトロー枠なんじゃないの。だってやってることがめちゃめちゃじゃん。上野喧嘩してやるとか言ったりさ、豆はアウト、うん、でよれてたりさ、仕事してないんで、まずそもそも仕事してないのがアウトローでしょ。うん、親に迷惑かけてさ、親のことぶたぐっちゃうんだよ。もうドラ息子ですよ。ドラ息子、無職のおっさんアウトローってね。うん、ほんとそうですよね。免許証も持ってないんだよ。うん、まあ上田さんも持ってないけど、めくられ系、めくられ系か。豆山の場合めくられ系か。めくられや、うん、ねえ、めくられやつってね、自分で会社は出しちゃうしね。うん、アメリカ行きましょう。 LA ニューヨークを車で往復。それ誰かやってたね。お、仕分けしてくれたよ、フラットバスさんが。ラジオで配信します。ゼキシンさん、アウトロー系バラエティビジネスアスリート企画配信者。西山、アウトロー系配信者。上野、元
物申し配信者。なるほどね、なるほどね、分かりやすい。うん、